はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、1016日目ですね。はい、現在2022年9月19日の15時20分なんですけども、今回ですね、ドリームキャラバンですね、あと2日と、まあ、23時間あと丸3日残ってるんですけども、今回ちょっとキャラバンボックス回そうかなと思います。はい、まあ進行状況の方からですけども、現在名産品9周目ということで、まあここまで使ったエナジーね、30エナジー使いました。はい、まあ走ることなくね、累計きっちり取りたいなということで、やってるんですけども、まあ9周目に入ったとこなんですけど、まああと3日ありますんでね、まあ十分この報酬のこのエスラン客車ね、10周目取りたいなと思ってますんでね、いけるかなと思います。はい、でまあ、キャラバンメダルが現在9045枚ありますんでね、これちょっと全部回して、もし1等 S ランク確率 30% 逆転ね、出れば開封もしたいなと思ってます。はい、ぜひ出てほしいですね。はい、その前にですね、まあ、今日から最強決定戦、純正のね最強決定戦が、始まったんですけども、2節終わりまでのね結果がちょっと出てますんで、そちらの方ご覧いただきたいんですけども、まあ、このアカウントオリックス純正だけでやってますんで、オリックス限定リーグに挑んでるんですけども、現在第2節終わり、初日の第2節終わりの順位こんな感じです。はい、145位ということで、まあ素晴らしい滑り出しですね。はい、もうロケットスタートという感じですけども、まあ、現在10勝0敗ということで、一応まあ2節終わりで、一つも負けることなくね、なんとか145はちょっと思ってたより上なんでね、まあ、ここからもちろんね、もちろん下がってくるとは思いますけども、まあ、今回一応、オリックス純正としてはね、S ランク、オール S ランクで出るのは今回初めてですんでね、まあ殿堂入りを目指してはいるんですけども、まあ微妙なラインかなと思ってたんですけど、まあ滑り出しはいい感じなんでね、まあいいに越したことないんでね、はい、まあこの先も頑張ってほしいなとは思ってます。はい、でまあ選手成績なんですけど、まあまだね、一節分しか出てないんですけども、まあざっとこういう感じですね。はい、こういう感じです。はい、こういう感じでですね。はい、はい、でまあピッチャー陣もこういう感じです。はい、まあいい感じですね。山本由伸選手 19.29、 マジかまあまあまあ、まあ、全勝してますんでね、まあいいです。はい、はい、こういう感じで、現在ね、第2節終わって、まあ、145位ということで、まあ、思ってたよりも全然上の順位にいますんでね、まあなんとか上位に食らいついてね、最後まあ殿堂入りできればなと思ってます。はい、頑張ってほしいですね。はい、今日からですんでね、楽しみたいなと思います。それでは、正直キャラバンメダル9000ですね、9000ちょっとあったのかな、9045ですね、これ回して1等出れば、開封もします。いきます。4等以上1つ確定の方で回していきます。いきます、お願いします。できればね、おお、エナジー3つ早めに来てほしいんですけど、おいいよ、来い。ヴィランキャクション2枚とエナジー2つ、エナジー3つ、Bランキャクションエナジー3つ、まあエナジーもねガンガン返ってきてほしいです。エナジー3つ、いいよ、エナジー1つ、さあ、お、いいよ、来い。エナジー2つ、エナジー4つなかなか来へんな。エナジー5つ、いいですね。Bランキャクション2枚とエナジー1つ、さあ来い、そろそろ来い。エナジー4つ、ないか。エナジー2つ、 Bランキャクション2枚とエナジー1つ、エナジー3つ、ないかな。4000、あと4500、半分来たよ。エナジー2つ、エナジー1つ、来い。エナジー3つ、おお、いいよ、来い。お、来た、よし。はい、1枚来ました。結構早めに来ましたね。これ開封しますね。S ランク確率 30% 逆転と、エナジー1つ来ましたんで、これは嬉しいですね。はい、これじゃあリセットしますね。はい、いやー来ましたね。それではいきます。リセットしてもう一回いきます。 S ランク確率 30% 逆転、来い、早めに来い。もう1枚、 B ランク逆転エナジー3つ、いやー1枚来た、ホッとした。エナジー2つ、さあ来い。B ランク逆転エナジー2つ、
山路3つ、来い。山路1つ、ヴィラン客層だけ、はい。山路1つ、うわちょっと渋いな。おお、来い、ほんまに来い。あ、ないか、ヴィラン客層だけだけか。山路3つ、さあもう1枚来い。ヴィラン客層、山路1つ、ヴィラン客層、エナジー2つ、うん、ないかなですね。はい、ヴィラン客層、エナジー3つ、こっち行きますね、こっちもやってきます。はい、はい、一応ね、まあ一等1枚出ましたんで開封もしたいなと思います。まあよかったですね。はい、ですね、エナジーはどれぐらい返ってきましたかね。おお、65、いいですね。はい嬉しいですね。はい、それでは、S ラン確率 30% 契約書開封して終わりたいなと思います。A ランク契約書なんかも、あったかな。 A ランク契約書、 A ランク契約書1枚あるんかな。1枚だけですかね。この A ランク契約書1枚もちょっと開封しますね。はい、これいっておきます。オリックス来い。オリックスだね、野口選手ぜひ来てほしいなと思ってます。オリックス来い。おー、吉川選手、巨人ですね。はい、それでは一等の S ラン確率、あ、これですね、 S ラン確率 30% 逆勝、ドリームキャラバンのキャラバンボックス報酬、1枚出ましたんでね、非常に嬉しいです。はい、これいきたいなと思います。ぜひ S ランクできればオリックス、できればオリックス来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。うん、いやー、ないか来てくれ S ランク。うわ、渋いな演出。おお、早っつもり選手 A ランクですね。めちゃくちゃ早かったな、ソフトバンク、ですね。はい、うん、残念。まあまあまあ、早めにね、1等1枚出ましたんで、まあ、それは良かったかなと思いますね。こうなればね、もう1枚欲しいですね。はい、まあエナジーはもう使わずに累計終わらそうかなとは思ってますけどね。エナジーも65くらいね返ってきましたんで、まあ良かったかなと思います。はい、はい、まあ今回こんな感じですけども、最強決定戦もね、非常にいい滑り出しでね、まあ、まさかの145ということで結構上にいますんでね、まあ、ここからなんとか、まあ、あと5日間、6日、あと1週間、しがみついてほしいなと、上位にしがみついてくれればね、いいかなと思ってるんですけど、まあ、ここからね、季節ぐらいからちょっと落ちてくるとは思いますけどね、まあ、なんとか頑張ってほしいなと思ってます。はい、まあ、ドリームキャラバーの方も、もうすでにね、1枚今日出ましたんで、まあ、ちょっとホッとしてます。はい、まあ、報酬で S ランク役所ありますんでね、そちらの方で、ちょっと、そうですね、できればオリックスの選手出てほしいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。